使者、こちらから送った使者は諸葛丹に斬られたそうだ。なんだよそれ、あいつらしくもない。諸葛丹、何があったんだ。諸葛丹は激高すると何をするかわからない。私はそう忠告しましたよ。話を戻しましょう。城内には後に逃亡した文金もいるようです。裏切り者同士、さぞ仲がいいんでしょうね。諸葛丹の範囲は決定的だ。司女、もう悩む必要はあるまい。やはりそうなるか。理由を追求するのはその後だ。全軍に次ぐ呪春を攻略し、反逆者諸葛丹を捕らえろ。諸葛丹、お前が本気ならこうするしかない。呪春の諸葛丹を撃破する。進軍せよ。耐えられる。文金が子、文次元、いざ参る。ここを落とし、敵本陣へと攻め入るぞ。なんという勇猛さだ。奴の戦意を削ぐことはできるものか。守りは我らが受けます。お仕置きよ。決して何者にも抜かせはせぬぞ。我が闘魂を受けよ。またも我が部が退けられようとは。私はどこかで道を誤ったのか。敵将討ち取った。お願いしたいことがある。これは上出来ね。いつもながらお見事な武勇、策の出番もありませんな。お見事、見せつけてくれますな。さすが真の三国無双は一味違いますな。文王を倒す前に文金を討つべきですな。父を失えばあやつの戦意をそげるはず。この密書を呪春の全駅に届けてください。立ちどころに文金は亡き者となりますぞ。
場所に連れてってやるよ。進軍開始してもいいよな。ここを退くことはできぬ。何としても奴らを撃退するのだ。よし、直ちに守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。前端からの密書、確かに預かりました。あとは私に任せてください。役目は果たせたみたい。元気、お前強いよな。邪魔なのよね。
しいご活躍、お見事です。さてもしがし殿の弟というわけか。そして私は所詮犬。諸葛丹を捕らえた。いつまでこんな戦いを続けなきゃならない。申し開くことなどない。さあ私を斬るがいい。いや、聞かせてもらうぜ諸葛丹。今までずっと義に忠を尽くしてきたお前がどうして反乱なんて起こした。今さら何を言う。私に反乱の疑いをかけ密偵にまで探らせていたのは貴様ではないか。密偵だと？俺は知らない。あくまで白を切るか。このような時だけ狡猾なことよ。それだけではないぞ。しばし殿は自らが悪となろうと不和の根源を断つことで天下を安定させていた。だが貴様は職との和睦を図るなどしてしばし殿のやり方を否定しようとしている。貴様にしばし殿の後を継ぐ資格はない。諸葛丹、お前の言い分は分かった。じゃあ俺の話を聞いてくれ。兄上や父上、それから宗妃殿に曹操殿、あの人たちが目指したのはただ一つ、乱世の収束だ。その志を継ぎ完遂させることこそ宗義の継承だと俺は思っている。なやり方は時代や人によって違うだろうさ。そのやり方に固執して志を見失っちまったら兄上や父上にあの世でどやされる。今まで葬儀を支えてきた人々を冒涜することにもなるだろう。私が間違っていたのかもしれない。諸葛丹なあ、俺がお前を疑ってるって誰から聞いた？それは陛下だ。私は陛下に利用されたのだな。だが芝生殿の言う通り、陛下のやり方では乱世は終わらぬだろう。諸葛だ。芝生殿、私を処罰してくれ。乱を起こし多くの兵や民を犠牲にした罪は重い。その代わりどうか自分に従った将兵たちは許してほしい。分かった。将兵の命は保証する。感謝する。これからどうする、師匠。密偵を放ったのはお前だな、果樹。密偵の存在が諸葛丹に反乱を起こさせて、奴の言を気にしているのか。それ以前に奴は帝とつながっていた。遅かれ早かれ背いていただろう。それとも故意に反逆を起こさせたと俺を罰するか。いや、いい。一度巨匠に戻るぞ。反乱の罪は全て諸葛丹が負った。文金もすでに死んでいる。だからお前たちは処罰しない。芝生殿、感謝いたします。感謝いたします。もしお許し願えるのなら、今後は芝生殿のために戦いたく。戦いたく。そうか、お前たちが力を貸してくれるなら嬉しいぜ。これからよろしくな、文王、文子。はい、ありがたき幸せ。
やっぱりそういうことか。これまでの内乱は全て陛下の差し金だったとは。くっ、無理もないことだろう。いや、道理だと言うべきか。しばしは力を持った。それは才と実力、そして実績に見合った力だ。それがただ血筋のみで天使となった者にどう映るかなど考えるまでもない。なあ、めんどくせえ。俺たちは葬儀のために尽くしてきたってのによ。ああ、誠実に、ひたむきにな。そして、その過程で曹操を討ち、政敵を排してきた。それがこうも裏目に出るなんてな。もはやお前は葬儀の脅威なのだ。どうする四条よ。このまま頭を垂れ、奴らが腐れ落ちるを見届けるか。これが俺の天命ってことか。葬儀を終わらせる。俺たちの手で新しい時代を作ろう。芝生殿、義弟からあなたを討伐するよう詔勅が下りましたよ。帝から名指しされた気分はどうです？ついに来たかって感じだぜ。向こうもやる気満々ってことだな。諸海、すぐに当該と文王を連れて蜀との国境を固めてくれ。なるほど。愚直な脅威がこの機を狙わないわけはありませんね。あなたご自身の安全はそちらでしっかり守ってくださいよ。元気、果樹、俺と一緒に洛陽に来てくれ。